てここに？私は思ったまま口にしただけ。私はミコ。ミコの使命を果たすためにいるのよ。幸せな日々なんて諦めなくてはいけない。そろそろ行くね。泣かないでミカト、ダメよ泣いちゃ。命に変えても私は守ってみせるわ。私の大切なものを。何を言ってるの？カムイコタンのみんながいるじゃない。あなたは必ず幸せになりなさい。
帝か。俺はここだ。なんだと？バカだ、あいつは。死ぬために戦いに行ってどうすんだよ。当たり前だ。任せろ、帝。ナコルルは絶対に死なせない。よし、行ってくる。ダメだ、お前は残れ。違う、指をくわえて見てろって言うんじゃない。お前に何ができるか考えるんだ。そうだ、俺の目は節穴じゃねえ。長老がどうしてナコルルの従者にお前を選んだのか、そこには必ず意味がある。だから考えるんだよ、ナコルルを死なせないために。あいつが犠牲になって救われた世界になんて住みたくねえだろ。マナリ、どうしたんだお前。ナコルル、やっぱり行っちゃったんでしょ。でもヤンタムンなら必ず連れ戻しに行くと思って。ああ、一回失敗しちまったけど、今度は容赦しねえ。ナコーがワメコーがとっ捕まえてくる。必ず一緒に帰ってきて。じゃないと、私…私、ヤンダムに言いたいことが言えなくなっちゃう。ナコルルがいなくなってからそれを言ったら、ずるい子になっちゃう。生きて戻ってきて。そしたら私ちゃんと言うから。ヤンタムに聞いてほしいこと言うから。分かった。走って追いかけるからさ、きっと汗かくだろ。汗拭きにと思って。ひどい。
後で返すよ、必ずな。ヤンタム大好き。そうか、あの子は優しすぎた。巫女には向かなかったのかもしれんな。あの子は孫も同然と思うてきた。助けたいのは山々なれど、我々ぽんぴゃくでは間には勝てん。だが、たった一つだけ方策があるやもしれん。本当ですか？ミカトよ、お前はナコルルからミコの歌のかけらを教わっておろう。教わっておらんのか。ナコルル、そこまでしてミカトを、全てを一人で背負い込む気だったのか。長老様、何ですか、巫女の歌って。以前、帝がわしに聞きに来たではないか。教えてほしいと。わしはその時、軽々しく歌ってはならんと忠告した覚えがある。だからてっきり。うん、代々正当なる巫女だけに受け継がれる歌じゃ。ナコルルもまた先代の巫女である母親から教わった。教えてください、長老様、あの歌でどうやってナコルルを救うんです。正当なる巫女があの歌の真実を導いた。王道父牛は真のカムイの力を宿す。そして全ての魔を断ち切る。クデンジャ、あの歌の歌詞にはな、実は一部分だけ長い年月の伝承され損なったところが。伝承され損なった？
巫女の間にも伝わってないんですか？なのでどの巫女も自分の人生の中でその歌詞を探し求める。だが結局誰も見つけていないらしい。もしも歌詞がカムイの目にかなったとき、その者は真の巫女として目覚め、宝刀父牛によって全ての魔を滅ぼすというが、かつてどの巫女も父牛の真の力を発現させておらん。すなわち歌詞が見つかっていない証拠。ナコルもまたしかり。もしもそれを見出し父牛にカムイの力を宿せれば、ナコルルは救われるかもしれん。でもどうやって歌詞を探したら。ああ、それはもっと人間とカムイとの距離が近かった。諦めてたら何も始まらない。とにかくぶつかってみろよって昔私に言ってくれた人がいたの。それは誰でしょう？巫女の歌探そう。一度は歌を捨てたけど、また歌う理由ができたから。ナコルルを助けたい。ミカトの言う通り、歌のかけらが散らばっておるやもしれん。カムイコタンの民、全ての協力を仰ぐのじゃ。ナコルルを死なせてはならん。